はい、まずこちらですね、軽き抜きですね、 4-in-1 です。こちらネットで購入しましたね。結構1本あたり、ネットだと700円ぐらいで、まあ、500ミリですね。これ5リットル入って4500円ぐらいだったんで、まあこれぐらいの量を買った方がどうせね消費するんでお得かなと思って購入しました。まあ、概要欄に、リンク貼っておき、ますんで確認してみてください。はい、こちらですね。これやばくない？これメダカのタモなんですけど、アクアベルチでね、メダカのブリーダーをやってる沖縄メダカ御殿さんの手作りでして、メダカ飼育もね始めるんで購入しました。いやー、久しぶりのメダカ飼育です。今ねめちゃくちゃ俺ニートなんで時間がめちゃくちゃ残ってんのよ。だからね、前よりかも魚と向き合える時間がめちゃくちゃ取れるんで幸せですね。はい、まあブリードとかね飼育とか頑張って、まあ体調と相談しながら頑張っていきたいと思います。はい、こっからはね生態の紹介になりますね。はい、こちらちょっとねブラックウォーターでちょっと照明つけてても茶色いんですけども、こちらですねパラダイスフィッシュのロイヤルブルーですね。こちらペアでアクアハートさんで購入いたしました。今ねこっちに入っているのがメスですね。今ちょうどペアリングさせているんですけども、パラダイスフィッシュもね、ペダと一緒で闘魚ですんでね、こういう感じで最初は分けて、ね、良さそうだったら混合させて産卵っていう感じになりますね。でなんかパラダイスフィッシュはね結構発色はするんですけども飛びやすいってことでね、こういう風に両面に真っ黒のシートを敷いてなるべく発色させるようにしてますよね。下もマジックリーフを多めに突っ込んでおります。こちらもたくさん子供取りたいっすね。はい、新しくお迎えしましたベタになります。ホワイトスケールのプラカットですね。どうでしょうか。俺ねこういうベタ好きで、これどうすか、めちゃくちゃかっこいいんじゃないですか。うん、一目惚れしました。めちゃくちゃ元気っすね。でこちらがね、多分ねハーフムーンのメスだと思うんですけど、なんだろう、深い赤紫みたいな感じの体色しております。はい、こちらも元気いっぱいっすね。今度こちらになりますね、コイカッパーのプラカットハーフムーン。これやばくない？こちらはアクアハートさんでお迎えしました。めちゃくちゃかっこいいですよね。これね僕のスポンサーのピーちゃんからめっちゃかっこいいって言って言ってたんでね、ちょうど残ってたんで速攻で購入しましたね。こちらもねペアリングしてたくさん子供を取っていけたらいいなと思います。めっちゃかっこいい。はい、というわけで今回はねアクアビレッジさんとアクアハートさんでね生態&用品をね購入しました。概要欄にリンクの方貼っておくんでねチェックしてみてください。あとチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。応援の方もお願いします。ではトーマでした。